大阪府立大塚高等学校は大阪府松原市にある公立の高等学校。昭和末期バブル時代の生徒急増期に府立147番目の高校として新設されたマンモス校。府立校で初めての体育課が設置されている。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された府立校で ほぼ最後1983年に開校した10校の一つ。教育課程は全日制課程で開校時から普通科を設置。翌1984年、不立校の特色づくりの一環として、不立校で初の体育コースを設置された。その後、学校側の強い要望により1992年に体育科に改編され、普通科と二学科体制になっている。 体育科は大阪府内の公立高校では大阪市立桜宮高等学校に次いで2校目の設置でまた不立高校として初めて唯一の設置だった入学者選抜では学力検査や調査書表上のほか運動能力や技能を測る実技検査を行うそして学力検査調査書評上実技検査の各配点比率を一対一対一として 実技を重視した選抜を行っている。なお、桜宮高校の体罰自殺を受けて、体育課は2013年入学生のみ1クラス増の120名3クラスとなった。高校生急増期対策で急増された高校のため、高知が狭く拡張も困難で、農業用ため池に人工地盤を作って運動場の一部として利用していた。 周辺の地主と日照被害を与えない旨の約束も交わしており、校舎など高い建物の増築も困難だった。このため、第二体育館の建設は、体育課の設置10年後まで実現しなかった。近鉄南大阪線河内松原駅より南東へ約1 6トル効果は、歌手の加藤時子による作曲、補作詞、制服は、 通常の学生服とセーラー服。クラブ活動では、バレーボールの男子が2009年インターハイで、初優勝を含め、全国タイトル計4回。女子も2010年2月22日、第41回春高バレーに初出場した。またソフトテニスや陸上、女子駅伝などの部も、全国大会に出場している。ありがとうございます。